ではなくって、呼吸が楽になったり、まあやっぱりほうれい線とか目ですね、にもこう関係してきますし、目が開きやすくなったり、そして小顔にもなります。ですから、よく見てください。もう基本は簡単なことなので、筋肉を緩めるということで、優しく揺らして緩めるという形で鼻が高くなるといったものになります。こんにちは、佐藤式リンパケア開発者の佐藤誠二です。今日は鼻を高くするというケアについてやっていきたいと思います。これですね、鼻が高くなるだけじゃなくって、呼吸が楽になったり、まあやっぱりほうれい線とか目ですね、にも関係してきますし、目が開きやすくなったり、そして小顔にもなります。ですから、よく見てください。もう基本は簡単なことなので、筋肉を緩めるということで、優しく揺らして緩めるという形で鼻が高くなるといったものになります。ではですね、鼻ですね、鼻の穴の形ね、ちょっとね、僕やっちゃってるので、ここ鼻がねキュッと高くなっちゃっていますが、さらにこの鼻がぺちゃんとね、潰れて、ギュッと持ち上がりますので、ぜひやってみてください。やり方は簡単です。で、鼻の横に手を置いて、こう頬骨に置いて、これをこういう風に優しく、うと回さないぐらいですね。で、皮膚をずらしますので、ここでキュッと押さえて、手をくる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 、こうです。これでくる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 ってやって、深呼吸で、くる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 で、深呼吸で、鼻の横ですね、ここも持って、こっちかキュッてやって、くる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 ってやって、深呼吸、くる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 ってやって、深呼吸で、ここですね、この目のところも持って、くる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 ってやって、深呼吸で、くる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 ってやって、深呼吸。よろしいですかね。もう一回いきますね。ここで鼻をこう持って、鼻を持って、こう両方でくる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 っていって、深呼吸で、ここ持って、くる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 っていって、深呼吸で、ここですね、鼻の内側持って、くる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 っていって、深呼吸をしていただくと、もう見ていただくと、ここの鼻の形がこっちとこっちでね、だいぶ違ってきてて、こちらの顔がキュッと上がってるのがわかると思います。ではですね、反対側もやっていきますね。こう持って、くる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 ってやって、深呼吸で、くる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 ってやって、深呼吸で、くる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 ってやって、深呼吸。プラス2回ぐらいやっていただいて、くる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 、深呼吸で、くる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 、本当に皮膚をただずらすだけです。くる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 ってやって、深呼吸で、くるくるやってて、深呼吸していただくと、目が大きくなって、鼻がこんな感じでね、鼻がこうキュッと寄っていきて、ぐっとこう、ここが立ち上がる形になって、本当に整形並みにまっすぐの鼻になります。まっすぐの鼻になりますので、これ曲がってる人も綺麗になりますし、鼻がキュッて高くなりますので、ぜひやってみてください。本当にね、鼻が曲がってるのがまっすぐになったり、ギュッと高くなったりね、整形並みに起こりますので、ぜひやってみてください。ではですね、今日の動画いかがだったでしょうか。この動画ですね、いいと思った方は、チャンネル登録、それからいいね、評価、さらにコメント書いていただければ、質問にも答えますのでね、ぜひやってみてください。
ください。呼吸がね、すごく楽になったのが分かると思います。